こんにちは。転売王堀秀夫です。シドニーでですね、どうやって楽に稼ぐかという講演をするんですけど、これは実は私が、だいぶ前から、だいぶ前って何年前ですかね、軽く20年以上前から思っていた、努力っていうのは大したもんじゃない。大したことはできない。そして、もっと気楽に生きていけるのに、なんでそんな頑張んのと。いう気持ちがですね、ありまして、それについて、ね、努力は評価されすぎですと、もっと気楽に行きましょうと。で、努力をしなきゃ成功しないとか、そういうね、ので追い詰められちゃってる人とか、無駄な努力で消耗しちゃってる人が増えてるんで、そういう人が、ね、間違いに気づくというか、洗脳から解けるというか、いう話ができればいいなと思ってます。もちろん、この努力絶賛主義はですね、日本では絶大な人気があるんで、おそらくね、1000人の人に話して、1人の人がそうだなと、本当に思うかどうかってレベルですけど、それでも、ね、私の動画、月間6万件弱見られてますんで、月々60人、ね、年間720人、そうかなと思っていただければ、本当にハッピーだなと思います。で、そのね、なんでそんなに努力を嫌うのかは意味不明なんですけども、これは本能としか言いようがないですね。何かその努力絶賛主義には受け入れられない拒絶感を覚えます。で、またね、AKB の高橋みなみのスピーチ。みんな絶賛ね、絶賛というかいいこと言うねとか言ってますけど、一部いいこと言ってますけど、ほとんどの人が勘違いする罪な言い方してるねと私は思います。私は毎年、努力は必ず報われると、私、高橋みなみは人生をもって証明しますと言ってきました。努力は必ず報われるとは限らない。そんなの分かっています。でもね、私は思います。頑張っている人が報われてほしい。ね、これを真に受けて努力をして、どんだけの人がね、努力で消耗するのかなって気がしますね。で、一部ね、全部見てると一部いいことも言ってるんですね。頑張らなきゃいけないというのが一瞬ではないと。努力とか頑張るっていうのはずっとやらなきゃいけないってことですね。ずっとってことは死ぬまでです。死ぬまでやらなきゃいけないと。だったら、その努力とか意識しないでですね、センターになれなくてもいいと。ステージに立てるので嬉しいと。歌えるのが幸せだっていう形でやっていれば、逆に幸せなんじゃないかなと思います。センターに立たなきゃね、負けだとか、思ってその競わせてですね、才能のない人に競わせて、努力っていうのもどうなのかなと思います。で、さらに、AKB になってね、80人に選べてるってことは少なくとも、普通の人よりははるかに、適性はあったということが言えるわけですね。適性があって、自分は適性があったから、努力が報われたと。でも適性のない人は頑張っても報われないというのに気づいてですね、話すともっといいなと思いました。ただね、若い目そこまで求めるというのは酷ですけど、ね、こういうスピーチを良しとする風潮が、日本にはどうしてもあるんでですね、それがなんかね、私は好きじゃないんで、あえてこういう、みんながね、いいって言ってるのは天邪鬼にも、こんな、誤解を招くね、罪作りなことは言うなよと思います。頑張らなきゃいけないというのは一瞬ではない。一生やるんですよ、ね。一生打ち込めることに打ち込んでくださいっていうことを言うとですね、素晴らしいと思うんですけど、言ってて思いますけど、20代でそんなこと言われたら怖いですよね。若い時は努力は報われないかもしれないけど、頑張ってる人が迎えてほしい。それでいいような気もしますけど、努力の方向が間違ってたなと、ね、将来思う時が来ないように、結果出なかったけど楽しかったなと思えるもんに打ち込んでほしいと。で、金儲けをしたいならですね、逆にその金儲けありきで考えると、ほとんどうまくいかないです。儲からなくてもね、これをやってれば楽しいっていうのを選んだ方が、逆に金儲けの近道になります。儲からなくてもね、努力をしてれば必ず報われると。頑張り抜くと、にっちもさっちもいかない状態に大体追い込まれますんで、戦略なき努力は報われないというのがですね、古今東西実証されてます。これ努力は尊いっていう先入観を抜きにして成功した人がですね、なんでそこまで努力をしたのか。エジソンは別に努力してないですね。
1万回実験して失敗したら1万1回目をやるつもりでした。実験が好きだったんですね。実験が好きだったから成功しただけで、別に努力家じゃないと思います。そういう目で見るとですね、成功法則というか成功する条件というのはちょっと変わってくると思いますので、努力の過大評価はやめていただきたいと。ね、戦略なき努力は報われないというのを、私は声を大にして言いたいんでですね、声を大にして動画を撮ってみました。以上、転売王、堀秀夫でした。